はい、どうもこんにちは、勇者のんたくです。俺の本職、給料泥棒、よろしくお願いします。今日の動画ですけど、今日の動画はちょっと検証したいことがありましてですね。まずその検証っていうのがこれですね。ブレスケアとコーラを合わせてこっちを食べて飲んだらどんな風になるのかの検証をやりたいと思います。まあ、ちょっと気になってたんで、ちょっとやりたいと思ってたんですけど、どんな風な感じになるかちょっと分かんなかったんで、今回はズバッとやっていこうと思うんで、楽しみにしててください。まあちょっとスースーするからちょっと痛くなるのかなっていうのもあるんですけど、まあとりあえずやってみて挑戦してみようと思います。じゃあ時飛ばし。はい、ではちょっとこのブレスケアとですね、これですねとコーラを、このケースに入ってるブレスケアを全部口の中に入れて噛んで、で噛んだ後に飲み込んだ後にこのコーラをちょっと飲んだらどうなるかという検証をやってみたいと思うので、ちょっとやってみますね。ちょっといくよ。まずこれですね、このブレスケア、どうやったっけ、ね、こうか、これ、うわー、めっちゃすしそう。これですね、あ、落ちた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 。で、これを一回口の中でハムハムします。いきます、3、2、1で行くけんね。いや、今すぐ行かんよ、見とけ。3、2、1、さあ、行くぞ。うん、うん、口の中がスースーする。あ、これ、うん、やばいかも。うん。あ。くなって。あ、あ。いきます。ああ、めっちゃなんかスースーする。あー、いきますよ、くらえ。あー、痛い痛い痛い、うぅっ、うぅ、やばっ、こえ、うぅっ、やばっ、なんだろう、なんか痛いような、でもちょっとまだミントが足りんから、まだいけるかな。 あでもなんか涙目になっちゃう、これ。ちょっと待って、あー、ちょっといい、なんか苦いっていうか、あの、このブレスケアを全部噛む瞬間がちょっとツースーする感じもあるんですけど、美味しくない、マジこれ。これちょっとなんかね、ブレスケアのミントマックスがあるらしいので、ちょっと今度それ買ってみますね。ちょっと物足らんな。のんたく次に挑戦するぞ。
本当に今日の動画は給料泥棒になっちゃうね。まあそういう感じでちょっと検証が曖昧だな。ちょっと次リベンジするんで、まあちょっと待っといてください。ちょっともうちょい辛いのがいいから、次に挑戦。はい、今回はちょっとブレスケアを一ケース口に入れて感じで飲み込んでしまってからコーラを飲んだらどうなるかっていうのを検証しました。まあ大してそこまで、一瞬きついのはあったんですけど、まあ詰まるところもなく、ちょっと微妙だったかなと。でもまあ次のちょっと動画であげようと思うので、まあちょっと待っといてください。今回の動画を見ていただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイ。